険、勉強なしでは生きられない、そんな体になっちゃうんです。学識サロンのマーです。あなたもこれまで小学校、中学校、高校、大学とひたすら毎日勉強してきましたよね。そして社会人になっても当然勉強しないと他の人には勝てません。いやー、厳しい時代に生まれましたよね。ほんと。でもね、ここだけの話、あなたは知っていましたかね？勉強ってきついんです。嫌なんです。しなきゃいけないのに全然やる気が出なくて、できないてか難しくてわかんない、集中力が途切れてすぐスマホを触ってしまう、こうやって自分自身に勉強やるやる詐欺をしている人がもうたくさんいるんですよ。私もよくそれやってます。ただ今の時代はもう国なんかに頼っていられないってのが本音。勉強して自分自身のスキルを磨いて稼ぐ力、自分の力で生きていく力を身につけないと、本当にね、生活がどんどん厳しくなってしまいます。収入は大して上がっていないのに値上げと増税ばかり、冗談抜きできついですよね。私もね、買う牛乳の値段を安い方に切り替えました。でもね、だからこそこの本、今回紹介したいのが海外塾講師平さんの著書、勉強麻薬、この本なんです。どんなに勉強が嫌いという人でも、もうやめられない、止まらない、カッパエビセン並みに勉強にドハマりする方法が具体的に書かれているんですよね。この動画を最後まで見れば、きっとあなたは10分後勉強依存になっています。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。チャンネル登録よろしくね。一つ目、勉強麻薬とはという話です。この話ね、すっごいんですよ。勉強麻薬というのは勉強に依存してしまう状態のことを言います。パチンコとかタバコもそうですが、依存さえすれば気づかないうちに人は行動しちゃうんですよね。その状態を勉強でも意図的に作っていくんです。いやいや、勉強でそれはさすがに無理っしょって思う人もいるかもしれませんが、実はね、これやり方があるんです。では勉強に依存するためには何が必要なのか。これは4つの成分があって、1、情熱、2、密着、3、達成、4、環境、この4つなんです。これらはバラバラではなく全て密接に関係しているんですが、今回の動画では1つ目の情熱と2つ目の密着に絞ってお話していきます。まず情熱は4つの中で一番重要な成分となっています。情熱がなかったらそもそも勉強なんてできませんもんね。この情熱を持つコツが、理想と現実を自問自答する、これなんですよ。やり方は超簡単で、自分は勉強してどうなりたいのか、そして今の自分はどうか、これをね、問うんです。たったのこれだけ。勉強してマーチに入りたい、勉強してこの資格を取りたい、勉強して副業で月5万円稼ぎたい、ここでいかに情熱を持てるかが重要になってくるんですよ。そしてこの質問により、勉強して自分は〇〇になりたいと理想の答えが出てきますし、2つ目の質問は、今の自分は〇〇だ、こうやって考えれば現実と理想の差を実感することができるんです。この自問自答を毎日毎日繰り返すことがね、重要になってくるんですよ。すると自然とどうやってその差を埋めようかなと、理想と現実の差を埋めるための方法を考え始めるようになるんです。これね、気づきましたかね。ここまで来ると勉強することが前提の思考になっているんですよ。まさに勉強に依存する第一歩なんです。そしてこの考え方は私もかなり共感していて、仕事とかいろんな場面でも役立つんです。例えば仕事でトラブルが発生した時、理想の状態はこれだな、今の問題はここだから、どうやって解決しようかなってポジティブに考える癖がつくんです。感覚的に言うと、まず目的が明確になっているので、その目的のための戦略と戦術を一つずつ考える癖がついているんですよね。ですのでね、勉強に依存しましょう。勉強に依存するためには、まずはひたすらこれを考えるだけで OK。 考えていれば人はどんどん依存するんです。すると行動にも起こしやすくなるという魔法のような方法なんですよ。これはね、マジでおすすめなんで、今日から自問自答を毎日、寝る前でもいいです。考えてみる癖をつけてみましょう。二つ目、密着という話です。ここからは具体的な勉強内容に入り、一気に勉強依存に近づけていきます。ここで大事になってくるのが密着。要は勉強の量、よく質の方が大事だという意見もあったりするんですが、それは量をこなしてある程度身についた上でやるから効果が出るんです。なのでまずは勉強時間、これを増やしていきましょう。ではどうやって勉強時間を増やすのか。それは勉強アイテムを密着させる。これでね、解決できるんです。具体的なステップは全部で4つあって、1、集める。2、絞り込む。3、常備する。4、時間を倍にする。この4つです。まずステップ1の集めるですが、勉強アイテムを集めることから始めていきます。問題集や参考書などいろいろあるとは思うんですが、ここのキーワードは触れているということをね、覚えておいてほしいんですよ。人が何かに依存する理由はシンプルで、触れているからなんです。スマホに依存するのはずっとスマホを触っているから、ゲームに依存するのはずっとゲームに触れているから、恋愛に依存するのは相手に心理的、物理的に触れたいと思うから依存してるんですよ。これ逆に言うと、依存したいものを用意して触れ続ければ勝手に依存していくという方法なんですよ。ですからこれからの勉強で使うであろうアイテムを机の上に置いて、まずは可視化できるようにしておきましょう。ステップ2、
絞り込む。次は勉強アイテムを絞っていきます。全部ね、持ち歩ければいいんですが、そういうわけにはいかないですよね。ここではアイテムに優先順位をつけていきます。この時意識してほしいのがハイリターンと緊急性です。ハイリターンというのは例えば英単語の暗記とかです。英単語を大量に暗記できれば読める英文も解ける問題も一気に増えますよね。ですからハイリターンになります。緊急性というのは期日が決まっているものです。例えば英検の試験が近いから手をつけていないリスニング対策をしないといけないとなれば、リスニングアイテムが優先になりますよね。この2つの観点から優先順位をつけて1位のアイテムだけを持つようにするんです。ステップ3、常備する。これも結論から言うと、選んだアイテムをスマホと同じくらい体に密着させてください。ちょこっとコンビニに行くときもスマホだけでなくそのアイテムも持っていくんです。それくらいの勢いが本当に大事なんですよ。あともう一つ大事なのが、視覚、味覚、聴覚、触覚の4感をできるだけ使うということです。例えば英単語帳を見て声に出して覚える、録音アプリの暗記事項を聞く、通勤中にノートを見てテストをするといった感じです。このようにあなたに密着させたものを意図的に見たり聞いたりつぶやいたりしながら密着レベルをどんどん上げていきましょう。ステップ4、触れる時間を倍にする。先ほども言いましたが、私たちが何かに依存するのは触れている時間が長いからです。ですから勉強もその分長く触れればもっとね、依存できるようになっちゃうんです。そこでね、やってみてほしいのが、今までの倍アイテムに触れるという方法です。単語帳に30分触れていたら1時間にする、問題集に1時間触れていたら2時間にしてほしいんです。いやいや、仕事もしながらじゃさすがに無理だよって人も多いと思うんですが、そんな人はぜひ隙間時間を活用しましょう。電車を待っている5分、電車に乗っている20分、夕食ができるまでの15分、昼休みの20分、寝る前の15分など、こういった隙間時間を集めれば1時間は確保することができますよね。よくよく思い返してみると、その時間にあなたは無駄にスマホを触っちゃったりしていませんかね。それを勉強アイテムに変えるだけ、こう考えたらなんだかできそうな気がしませんか。残りの達成と環境についてもこの本に詳しく書かれているので、先が気になるという方はぜひね、続きを読んでみてください。3つ目、依存を深める心理テクニックという話です。ここでは人間の心理を利用したすぐに使える最強の勉強テクニックを2つ紹介していきます。まず1つ目が振れ幅の法則です。これは A したいという利益と B したくないという損失、この振れ幅分だけ人の行動力が上がるというものを利用した方法です。例えばスマホを触るのは YouTube を見たいからとか、 LINE を返したいからといった利益と、スマホから離れたくないから、友達への返信を放置したくないからといった損失の振れ幅が大きいから人は触ってしまうんです。他にも例えば歯磨きをする場合、歯をきれいにしたいから、清潔感を保ちたいからといった利益と、このままだと気持ちが悪いから、虫歯になりたくないからといった損失の振れ幅が大きいから人は磨くんですよ。最初の情熱で勉強の利益をやったので、それと同時に勉強しないことの損失もぜひね、本気で考えてみてください。その差が大きければ大きいほど、あなたは動くことができちゃいます。ちなみにね、個人的には勉強しなかった中卒の人と大学出た人の生涯賃金は7000万も差がある。こうやって考えるとね、学生の頃だったら絶対勉強していたなって感じるんですよね。7000万円損したくないから勉強しようってなると思います。ちなみに中卒男性の生涯賃金は1億9870万円、大卒男性は2億6910万円、中卒の女性は1億4660万円、大卒の女性は2億1730万円。これが生涯賃金だそうです。なんかこの表を見ると勉強しなきゃ大損じゃんって感じしますよね。ここからね、さらに最近だと副業している社会人の人も増えていると思いますが、もしね、月5万円副業で稼いで、それを生涯40年間続けていたらどうなるか考えてみてほしいんです。5万円かける12ヶ月かける大体45年で2700万円、生涯賃金がもう明確に変わってくるんです。そう考えると副業のための勉強、これもやらなきゃ損だって気がしてきますよね。依存を深めるテクニック2つ目がツッコミ勉強法です。これもね、私やってみましたが、めっちゃ効果があったと実感しました。これは問題や文章に対して突っ込んでいく方法で、例えば太郎くんが忘れ物をして家に急いで取りに帰りましたっていう文章の時に、いや太郎何忘れとんねんみたいな感じで突っ込んでいくんです。これのね、何がいいかというと、問題文を理解しやすくなるんですよ。というのも、ツッコミはかなり頭を使う作業です。その場の状況判断力とか瞬発力、語彙力などいろんな力が必要です。逆に突っ込めないということは、その文章や状況を理解できていないということなんです。あともう一つ、ツッコミのメリットは興味と関心が出るということなんですよ。興味関心が出ればどんどん集中することができるので、理解度がね、加速度的にアップしていきます。ツッコミは問題文だけじゃなくても日頃からね、トレーニングすることが可能です。例えば居酒屋なので思ったより金額が高かった時に、これアトム法律事務所の岡野弁護士に相談した方がよくねとか、秘密をなかなか教えてくれない友人がいたら奥歯にネギ挟まったくらい気になるわとか、いろいろねトレーニングしてみてください。別にね面白くなくていいんです。やってみてください。
さらっとまとめです。1、勉強麻薬。2、密着。3、依存を深める心理テクニックという話でした。この本には今回紹介した以外にもそれぞれの成分を掛け合わせた驚きの勉強法が詳しく書かれています。もうね、まさに勉強麻薬ですよ。説明欄にリンクも貼ってありますので、ぜひね、気になる人はポチってみてください。最近ですね、私がめっちゃ効果があった勉強法があってですね、それが時間を制限する。これがね、本当に良かったんですよ。例えば受験勉強とかって毎日何時間も勉強するじゃないですか。これを今日も8時間やらなきゃではなくて、8時間以上絶対勉強しちゃいけないと決めてタイマーで管理するんですよ。これね、人って面白いことに禁止されるとやりたくなるんですよね。パチンコとかお菓子食べちゃうとか、もうやらない、もう食べないと決意を強くした時の方が逆にしたくなっちゃうじゃないですか。まさにあの理論を勉強に使うんです。私はね、これを自分の仕事で最近試してみたんですが、ぶっちゃけ今まで8時間でやっていた仕事、6時間とかで不思議と終わるんですよ。これね、今日やらなきゃいけない仕事で8時間以上できないから、逆にめっちゃ集中できるし、禁止されるとやりたくなる効果も相まってですね、私にはね、めちゃくちゃいい方法だったので、ぜひね、なかなか勉強に時間を割けない、やる気が出ないという人は試してみてください。学識サロンは公式 LINE をしています。 LINE 限定特典を2つ用意。1つ目、ビジネス書診断。私が今までに解説した約400冊の本の中からあなたにぴったり合った1冊を選び出します。2つ目、 LINE 限定動画。タイトルは絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのはもちろんこの日本のことです。普段からね、このチャンネルを見てくださっている勉強熱心なあなたなら、今の日本やばい、自分で何とかしなきゃいけない、何をしたらいいんだろうということはね、もう考えているかと思います。その日本で今後生き抜くためにはどんな力が必要なのか、私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。概要欄の URL をタップして友達追加していただければ、すぐにこの2つの特典が見えちゃいますので、ぜひね、お友達になってください。さよなら、さよなら、さよなら。